ステアー・オーガストは、オーストリアのシュタヤー・マンリヒャー社が、オーストリア軍向けに開発した、アサルト・ライフルである。オーガストは、アーミー・ユニバーサル・ゲベアの頭文字に由来する、市販名。ステアーの表記の問題についてはこちらを参照。シュタヤー・ダイムラープフ社の STG58 の後継として、1977年に、オーストリア連邦軍不評用小銃に、 STG77 の正式名で採用される。SF 的な外観を持つ、この銃は、それまでの軍用銃と異なるいくつかの革新的試みがなされていた。オーガストと C7 のプラスチック製、マガジンオーガストのスコープ。スコープ上部には、アイアンサイトが付属する。オーガストは、トリガーより後方に機関部を配置する、ブルパップ方式を採用している。ブルパップ方式は、 重心長を短くすることなく、前長を短くすることが可能で、弾丸の威力や命中精度を維持しつつ、取り回しの良さを改善できるメリットがある。また、薬室をグリップより後方に配置したことで反動を効果的に抑え込むことができ、集団性が向上する利点を持っている。作動方式は、ショートストロークピストン式を採用しており、ガスピストンは、 重心の右側に配置されている。ストックとグリップが一体となっているボディは強化プラスチックにより形成されている。それまで部分的にしか使用されなかったプラスチック部品を撃鉄を含めた機関部の部品に至るまで大幅に取り入れており、軽量化も意識されている。一方で全体の重量は 3600g とそこまで軽量化に成功しているわけでもない。 同時代に設計や運用された小口径高速弾を使用し、ブルパップ構造でない M16 や AK-74 と比べてもむしろ重いぐらいである。しかしその分強度は高く、実験では10トントラックに繰り返し引かれた後も発射可能であったという記録がある。ハンドガードはなく前方に折りたたむことが可能なフォアグリップが取り付けられている。また、 マガジンにもプラスチックが採用されており、残弾数が確認できる、要半透明となっている。トリガー上部のクロスボルト式のボタンはセーフティであり、トリガーの引き加減でのみ発射モードを切り替えることができる。オーガストの最大の特徴として、銃全体が7個ほどのモジュールパーツで構成されているため、モジュールパーツを交換することにより要求される、様々な用途に応じた書きとなり、 兵士教育の短縮化、簡略化を可能としている。例えば、重心をピストル弾用に、ボルト機構をブローバック用に交換すれば短期間銃に 621mm の銃銃心にバイポッド、42発マガジンを取り付ければ、軽機関銃相当の銃になる。このような運用の仕方は、システムウェポンと呼ばれ、オーガストは実用化。 普及に成功したシステムウェポンの先駆けの一つと言える。アイアンサイトの消紋と焦正の間隔が短くなる欠点を解消するために十字体の蛍光ハンドルを兼ねる1.5倍率、オプティカルスコープを標準装備することで、標準精度を確保している。このスコープは、スワルフスキーグループの工学機器メーカーが製造、供給している。 スコープの視野は中央に小さな丸が描かれているシンプルなもので、この丸を射程300メートルにおいて高さ1.8メートルの標的に重ねれば正照準となるように設定されている。スコープの上にはスコープが破損ないし汚れた時に使うための非常用アイアンサイトが用意されている。左に構えた際に空薬莢が顔面に当たる欠点については、 右方向へ排左右するボルトを左方向へ排左右するボルトに交換し、排左口のカバーを付け替えることで薬莢の排出方向を左に変更することで対処できる。ただし戦闘中の状況によっては、右打ちと左打ちの切り替えを状況によって素早く行うことが求められるため、いかに容易に排出方向を変えられるといっても、 瞬間的な操作には対応できないという問題は残っている。現在、シュタヤー・マンリハー社は、オーガストの製造権を放棄しており、その後は、ナイフメーカーのマイクロテックナイフ社が、製造権を買い取り、子会社のマザー社を設立。ボルトフォワードアシストを追加し、各部分を改良したバージョンの STG-556 シリーズを生産、販売をしていた。 オーガスト A2 オーガスト A3 オーガスト 9mm 現在、すでにオーガストの特許は失効しており、下や汗の許諾なしに、クローン製造することが可能となった。ステアーオーガストの登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。ありがとうございます。